国宝茶室泰安。茶の湯を大成させていく立役者である千利休がおよそ440年前の天正10年に出られたとされ、利休が関わったとされるものとしては唯一現存する茶室です。広さはわずか2畳と杉の間1畳、丸太の床柱に荒壁という一切の虚飾を排したその空間は、利休が追い求めた侘び茶の世界を表現したと言われます。にじり口や下地窓など随所に見られる意匠は全ての茶室の原点ともいえます。利休の理想を詰め込んだともいえる茶室、その復元に挑みました。2022年9月、京都国立博物館の展示室にたくさんの部材が運び込まれました。10月から開催される特別展「都に生きる文化茶の湯」に展示する泰安の復元をするためです。茶室の復元とは元の位置や形態に戻すことです。したがって今回は利休の意匠の意図を十分に理解し、利休の好みを正確に茶室に表現しなければなりません。今回の復元は博物館の展示室内という非常に特殊な環境での施工となりました。天然素材の中には館内に持ち込めない素材があるほか、工期などの関係で本来とは異なる方法を取らざるを得ないところもありました。そうした制限の中で利休のこだわりをいかに復元できるかが重要なポイントとなります。泰安の特徴とは何かを把握し、可能な限り利休好みを復元していく作業が課題でした。茶室は数寄屋大工や左官といった多くの職方が力を合わせて作事します。普段とは勝手が違う中でも受け継いだ伝統の技で茶室を組み上げていきます。用意された部材はこのプロジェクトのために選び抜かれたものです。柱に使われる北山杉は山から切り出され、10年以上の時間をかけてじっくりと乾燥されたもの。貯蔵された材木の中からふさわしいものを選び、伝統の技を受け継ぐ職人たちの手で丁寧に加工されています。板1枚竹の1本に至るまで利休好みにかなうよう吟味されています。展示室での着工からおよそ10日、復元された泰安が姿を現しました。建築条件から屋根天井の作事は見送られましたが、泰安の簡素で凛とした佇まいが見事に復元されています。正面右側にあるのはにじり口、茶室に招かれた客の出入り口です。利休の考案とされ泰安に初めて設けられました。にじり戸はハサミカモイとハサミシキーで取り付けられた赤杉などの板2枚半の戸です。泰安では高さおよそ78センチ、幅およそ72センチと、現代の茶室より10センチほど大きな作りとなっています。今回は施工上ハサミ敷居は復元されていません。ハサミカモイの上にあるのはレンジ窓、その左下にあるのは下地窓です。レンジ窓は竹や細い木材を一定間隔で並べた窓で、茶室では竹が用いられます。一般にはアフチ抜きという横桟が中ほどに取り付けられています。しかし大安ではこのアフチ抜きが取り付けられていません。これは簡素で初期的な形式となっています。下地窓とは壁を塗る際に部分的に塗り残して下地をあらわにし窓としたものです。窓の位置や大きさを自由に設定できる画期的なアイデアで、左右の壁面にも設けられています。魚糸と割り竹を格子状に組み、藤づるで固定した下地をそのまま見せるという素朴なデザインはまさに利休好み。今では多くの茶室で採用されているこの窓、設置されたのは大安が最初で、しかも本来の形で残っている下地窓は大安のみです。にじり口から茶室に入ると、正面に床の間、炉が左隅に切られています。畳は京間サイズ、へりからへりまでの目が64あり、目幅がすべてへりの外に出ているへり内丸めの京畳です。炉が切られている部分の畳は炉畳と呼ばれ、炉縁が正確に収まるように切り取られています。64目の畳表は、いぐさを手織りして作られています。茶室では古来64目が正式とされていますが、近年では高価値な64目より機械織りした63目半などが主流になっています。茶室の畳の多くは手作業で作られていますが、上質ないぐさを使った畳表の生産は減る一方で、畳内部の床裏も天然素材から化学素材に置き換わっているといいます。今回の復元では随所に見られるさまざまな工夫の復元も目指しました。その一つが床の間。間口はおよそ120センチ、天井の高さはおよそ161センチ。床の間としては小ぶりな印象です。左側の床柱は杉の丸太で、正面の高い位置までカンナで削ってつらつけされているのが特徴です。床がまちは霧の丸太で、3つの節が目を引きます。よく見ると床の間内部の側壁から床天井までが丸みを帯びた土壁となっています。奥にある柱が見えません。室床と呼ばれる形式です。これは塗り回しと呼ばれる左官技法で作られるもので、繊細な小手使いが要求されます。大安の塗り回しは程よく丸みを持たせてあるため、調子を見ながら慎重に作業が進められました。上塗りに使われるのは茶褐色の聚落土で、実際の大安とは色合いが異なるため、最後に墨などを吹きつけて同じような風合いになるように仕上げています。床の間の左に目を向けると、炉の上の壁面にも塗り回しが施され、こちらの柱も土壁で隠されています。こうした塗り回しは茶室の空間に広がりを持たせるために利休が施した工夫の一つです。大安の茶室内部は2畳しかなく、亭主と正客、愛客の3人が入れる程度の限られた空間です。しかし床の間と炉の上にある3本の柱が隠されているため、にじり口から内部を見た時に実際以上に奥行きを感じさせることができるのです。こうした塗り回しは茶釜をかける炉壇にも施され、かつての大安では炉壇の四隅が丸く仕上げられていたと伝えられています。炉壇は木製の箱に土を塗りつけて作られています。防煙処理の後に練って寝かせた土で下塗り、中塗りを行い、乾燥させた後に聚落土で上塗りします。炉壇で命とされるのが4つの辺が鋭く立っていること。角を立たせて強度を持たせるため、漆をこす時に使う吉野紙を貼り付けて成形し、きれいな紙片が出来上がります。最後に伸ばした黄土を慎重に塗りつけ、炉壇が完成します。こうした工程は左官作業と共通する点が多く、室床や壁に塗り回しを施した利休が炉壇も一体化しようと作業を指示したのかもしれません。現在本炉壇の塗り回しはほとんど行われていませんが、今回片田さんにお願いして特別に1か所だけ作っていただきました。炉壇作りにはさまざまなコテが使用されますが、隅を丸く成形するものはありません。小型のコテを使って少しずつ丸みをつけていきますが、きれいな形にするのには手間がかかりました。大安に通常は見られない形の炉壇を据えたのは、利休の美意識の表れでなかったかと考えています。大安のもう一つの特徴は、茶室に隣接する継の間の存在です。広さは1畳で、幅24センチほどの板畳があり、その反対側に吊り棚が仕付けられています。石柱とは2枚の太鼓部そまで仕切られ、亭主の出入りする茶道口となっています。今回は展示のため設置していません。太鼓部すまは縁がなく、引き手に金具を使わない切り引き手となっている襖で、主に茶室で使われます。下張りに手すき和紙、上張りに包書紙を使い、熟練した職人が一枚一枚手作業で仕上げています。太鼓襖は光を通すことから、手燭の明かりなどがほのかに透け、反対側からでも確認できるのが特徴です。奥の戸あたりを見ると、下の方に名栗の化粧が施されています。名栗とは、蝶菜やよきといった刃物で木を削り、意匠を加える作業です。この意匠は正座した時にちょうど見える範囲につけられています。襖で隠れてしまうこの部分に意匠を施した利休の狙いは何だったのでしょうか。飯島さんは利休が空間を広げるために施した仕掛けの一つではないかと考えています。大安は2畳の極小の茶室ですが、太鼓襖2枚を外してしまうと3畳の空間が出現するのです。席から戸あたりを眺めますと、名栗の化粧がちょうど良い位置にあり、吟味を重ねた中柱を連想させます。このことから利休はこの3畳の空間としてこの使うことを想定したと考えられます。利休が3畳の茶室をどのように使おうとしたのかは分かりませんが、空間を自由に拡大縮小して平面構成を変化させ使用できるという発想は大変興味深いと思っています。国宝茶室大安の復元、それは利休が理想とした茶の湯の姿と、それを実現するための空間から利休のこだわりを確認できるものでありました。440年の時を超えてなお色褪せない、その存在感は私たちに茶の湯の奥深さを教えてくれています。